彩り鮮やかはいやってまいりました河原職人のヒーローにインタビューの時間ですこの番組はさまざまな分野のゲストさんをお応えし暮らしに役立つ情報を発信する番組です専門家しか知らない情報やツールノウハウを聞いていきますので少しでも生活に役立たせていただければ幸いですまた、えー、僕らの本職は屋根職人ですので番組中、まあ、世界一をあの舌を噛むことがあるという番組ですけども 今日も現場目線で役立つ情報を発信していきますので最後までお付き合いください、えー、過去の放送も YouTube で見れますのでシュレーホームで検索してみてくださいこの番組は屋根としっくりのことならシュレーホームの株式会社シュレーホームがお送りいたします本日のパーソナリティは西島がお送りいたしますはい、い今日もやっっっってまいりりししたたたたどうでですすかかかかね、ね最近 <laughs> 寒かったら寒ら、ら暑忙よ あれですよ、ね、もうカルロス・ゴーンさんでずっとにぎわってる感じですよねもう気づいたんですけどカルロス・ゴーンさんの名前の間にあの英語の「はず」を入れると「カルロス・ハズ・ゴーン」ってカルロスはいなくなったっていう文法になるなって気づいてなんかはい。<laughs> <laughs> はいまあ、そんな感じですけどもはい今日もあの素敵なゲストさんをお迎えしてますので CM の後あのー、ご紹介させていただきますのでよろしくお願いしますそれでは一旦 CM です「経営者のの方聞いいてください売上を伸ばすその秘密は日報にありました日報の正しい使い方を知れば3か月で会社の業績が劇的に変わります」「日報で業績がアップするんです」「詳しくは平 2017.com まで」 ム。平はーいルート390よりお知らせですついに宮古島のオリジナルブランドが完成宮古島の国道3 9十号線をモチーフにデザインした T シャツやパーカーベビー服など品ぞろえ抜群シンプルなデザインだからおしゃれに着れる今すぐルート390宮古島で検索企業不動産交通事故の法律相談ならトンピ先生こと弁護士中曽根と智浩え あなたの抱えている問題・悩み事中曽根智弘にお聞かせくださいすぐに弁護士に相談が解決の鍵沖縄弁護士会所属トンピ先生こと弁護士中曽根智弘で検索はい河原職員のヒーローにインタビューの時間ですはい早速ですがゲストさん紹介していきたいと思います今日はですねなんと東京からわざわざゲストさんがあの来てくださっていますので紹介いたします えー、高橋秀樹さんです。こんにちは、高橋秀樹です。よろしくお願いします。よろ、えー、秀樹さんはもう経営コンサルトをされているということでして、はい、あのざっくりでいいんですけど、うん、そのどんなコンサルトをされているのか。あ,はい、あの僕はですね、あのもと,もと流通業ですね、あの、はい、まあコンビニとかフランチャイズの仕事やってましたんで、はい、フランチャイズチェーンの経営コンサルティングをややらせていただいてます、ね。はい、まあちなみにあの。 今日ひゅういろにインタビューってことなんです、ね。はい、僕もあの実はあのエフエム宜野さんで。番組をさせていただいてましてですね。まあそれもあってちょっと今日は。東京に、はい、東京からですね、お邪魔したというような感じで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 もうラジオ番組の方もだいぶ人気ですよね。いやいやまあまだね始まったばかりで手探りでやってるんですけど、はい、あの初めて生放送を先日やらせていただきまして、はいはいはい,はい、はい、まあ生放送でこんなに緊張するんだ、ね。<laughs> 今も生放送でやってるし。<laughs> そうですね生放送の収録みたいな、ね。あ生放送の収録ね。はい、ま物、あ、はいいよみたいな。物はいいよみたいな。<laughs> はい すごいですね。ヒーローにインタビューって、なんか僕みたいなヒーローじゃない人間。いやいやいや、ヒーローですよ。ね、すごい、どんな方が出てるんですかね。今まで、まちょっと前で、でしたら、元 W. B. A. の。あのボクシングの。じゃ、本当のヒーロー。チャンピオンが。あの、あれですよ。ビートたけしの元気が出るテレビで。当時、日本に、世界チャンピオンのボクサーがいなくて。 で番組で作ったら本当に世界チャンピオンになっちゃったってすごいですねそういう方がお出になられるような番組そうなんですよあ<ー>まあただ単純にもともと住んでたところの近所に住んでたっていうつながりなんですけど、うん、あでもそういう方は出て、ねうね、お出になられるすごい番組ですよね、はい、そうですねだんだんリスナーの方もメッセージも来るようになく、うん、るんですかありがたいことにヒーローに憧れる人が <laughs> そうですねいっぱい、ねはいまあ本職は変わらないので、うん、ちょっとお客さんからしたら びびっっくくりりさされれれるるる方ももいいかかしなんんでですすけど建設後、黙々とやるような感じなのでああなるほどですねこんなのもやってるんだなあラジオも上に乗っかってるだけじゃなくて、そうです、そうです、ラジオしゃべるんだなみたいな、そのうちまた屋根の上でやるそうですね、屋根の上でやりましょうね、もうね、町田さんも上に乗っかって、そうですね、ぜひぜひ、景色が違うみたいな、そうですね、風の音がうるさいみたいな、まあそんな感じですけど。 あれもともと高橋さんはあのー、まさか大手セブンイレブンとかさんでそうなんですよもともと会社員時代はあのセブンイレブブンセンイレブンの本部にいましてまだ今1万8000店舗ぐらいあるのかなあの全国にね。はい <で>沖縄にも来ますもんね、えー、沖縄にも来ますけどもともと関西であの当時3000店舗か4000店舗ぐらいしかない時に関西にこれから進出するぞという時に入社しまして、まあ、関西まだ10店舗ぐらいしかない時に入って、はい、これから関西を制圧していくみたいな時に<ー>あの入社してどん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 、まあ、最初は、ね、京都からスタートするんです関西ってあの大阪っていう大都市があって大阪部屋があって、はい、で横に神戸があって。 西宮とか神戸だったここもすごく人が多いんですけど京都って京都地名は有名なんですけど結構保守的なんですね京都の方聞いたら申し訳ないんですけど京都ってですね特に京都市の中心部って新しいものが来ることについてはちょっとこう排除じゃないですけどちょっとこう警戒するみたいな何者が来たんだみたいな。 ところに帰ってくるっていまだに真ん中で本気でってます一時的に東京に行ってあれは東の京で本物の京じゃないでまた帰ってくるのと天皇陛下も京都御所に帰ってくるぐらいの勢いでですねお考えになってる方だ本当に真剣に持ってる人はいるような地域なんですねはいだからあのお店とかあのあってですねあのまあ雑談しながら買い物行った時和菓子と買いに来てる ななかかのあ店ですどれらい前からやってますねいやいやうちはまだまだ新しいんですわみたいな話したら「いやでもまあなかなか歴史ある感じですよね。いや我々戦後ですからもっと古いところたくさんあります」あ、戦後か」と「戦後やったらまあまあねまあ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 古市とまあまあ京都の短い3年かな」みたいな「戦後ですか」ってでもなでも十何代目とかおっしゃるんですよね。計合わないですね。戦後っていつの戦後ですかって聞いたら応仁の乱です。 ちょっと感覚おかしいで京都の人の戦争応大の乱会みたいな戦争普通大東亜戦争ですそう第二次世界大戦があってみたいな確かにあの空襲とかなかったあの人らからすると仁の乱やそうなんですね真剣に言ってますからね笑かそうと思って言ってるんじゃへえそんぐらいのところで何が言いたいかというとそういうところからスタートしてどのどんどんまずね京都をまずちゃんとやろうっていうドミナント戦略っていうのは言うんですけど セブン,イレブンで行、はい、あ,のあちこちに店出すんじゃなくてまず集中、はい、集中する京都市の例えば右京区と左京区をまずやるとかほう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 ,ほう,ほういうことから集中そこはできたら次の国伏見区に行くとあ<ー>広げていくんですで,す、ね、で京都が終わって初めて隣っていいよみたいな<ー>で京都ってこう淀川という大きな川があってその上流なんですねでそのまた上流は琵琶湖でなるほどなるほど 琵琶湖からずっと川が流れていってるんですけどその川の上流から川下に向かっていく大阪川下の方なんですよ、はい、はい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 でだん,だん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 できたらあの京都できる間に大阪の方では工場とか作って、はい、テレビ CM もバンバン流してあなるほど店はないのにテレビ CM やってるんですよへえ<ー>京都ができたっていった瞬間に大阪辺ダ、はい、ッとこうブワーッと店出店、ね、もう一気に出店していくんです で大阪って元々ローソンが地盤なんですね英のグループだったんで、はい、ローソンたくさんあるんですけどそこのローソンよりいい場所にぐわっと出して一気に広げていくというやり方そうなんです、ねはい、なのであのまだ沖縄にはねこれからまあできますけどはい、はい、本当同じような状況ですよ、ね、だから1個制全部制圧するまでは次に行かないみたいな制圧というかういう問題ありますけども<ー>、まあ、店のシェアを取るまでは行かないというやり方を。 これ戦略って今うものなんで、なるほどで,、ね、で大体川の上流から行くみたい、あ、そうなんですか、あの選挙とかでも川の上流からちち、へえ、そういう法則はあるんですかね。孫子の兵法で、孫子の兵法で、はい、<ー>あのこうまあま、ね、抑えたいところはね、上流からです。あの地域でもす坂の上からを、はあ<ー>、はい、で、あの平野平地は最後になる。 首都というか中心街も周りから攻めて真ん中に行くみたいなはいうやり方を本気でそのやり方をやってるそう会社ですね。へえ。でその時知らないです僕は若かったですから僕は関西で大阪の新しいもの好きとか神戸の新しいもの好きのところの方がウケるだろうと思って何回も上司に言ってこっちからやらせてくれるそうですよね普通はそう考えまたんだけど。 まあこういう理論を教えてもらって確かにその通りになったんです。そっちの方が後々出店がすごくしやすかった。大阪とかグーと広まっていって、その理論理屈っていうよりはもう理論と実践ですね。理論を実践に。はいはいはい。それ未だにやってますからね。へー。上からなんですね。そうですそうです。はいそんなことをセブンイレブン時代にやって、あとはあの商品の開発、あとはあの商品がね味が違うんですよ。あの例えばおでん一つとってもですね。 東京で受けてる味と関西の味が全然違ったりとか使え、ね、変えてるんですね変えてるんですねあのどん兵衛とかもそうですねへ<ー>どん兵衛なんかもあれ関東の味関東とか、はい、えー、静岡よりもどこやったかなえー、富士川大井川大井川より川、はい、東と西で味が違ったりとか<あ><だ>そうなんですかだ,だしの文化が違いますから 醤はい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 、はい、でまた関西の中でも京都行ったら京都はまあさらに薄味ですよねはあ、い、もう薄味もうおだしの味だけみたいなそうなんですね奥公家さんたちがいますから、はい、もう辛いのは食べれないので京都はディスってるわけじゃないです京都は僕尊敬してますからはいいははい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 は,、ね、はいはい そうななんですねなんかそのコンビニとかって、まあ、全然そのコンビニの戦略とかも全然知らないんですけどなんか個性がちょっと出しにくいじゃないですかある意味ファミリーマートローソンさんセブンイレブンさんってもうすでに認知されててでそっからこうすでにローソンとかが入ってるところに入っていくってなるとなんか先に入ったもん勝ちなイメージがあるんですけど。 そんななこともいんですいい場所は先に入ったもがちなんですけど結構後出しじゃんけんの方が店の出店っていうのは良かったりする場合があってライバルをちゃんと徹底的に分析するわけです強み弱みにそしたらやっぱこの品ぞれ足りてないなとかここは強いんだなっていうのはもう先に答えを見せてくれてるわけですかお店ですから自由に入れますからねこんな品ぞれしてるんだみたいなこれが強いんだろうなと定点観測していくとよく売れてるものとか。 全然動いてないものとかはかりますから。はい、じゃあこういう品ぞれしたらいいなと。特にわかりやすいのはお酒の売り場なんかお酒の売り場お酒たくさんあるところとか。はい、ワインの品ぞろえが充実しているとか。へー。あのお酒でビールでも高めのビールまああれば安いビールだけのところプレミアムビールがたくさん置いてるところもあれば。はいはい全然ないところもあればってあるんです。あー。 それは売れてないから置いてないのかそれともそれ気づいてないだけなのど。意外に置いたら高いの置いたら高いの売れたりということもよくあるんですああそうなんですねそれを分析してマーケティングですね調査してそこで何をやればいいのかっていうことをやったりとかしますねだから店によってもいろいろだから同じように見えてるけどもちょっと違ったりとかそれはお店の経営者の方の手腕に店長さんの手腕によりますよねそうううんでですねももちのお客さ 2店舗ですね、今ローソンなんですけど、もしかしたら、言っていいのかわからないですけど、ちょっと乗り換えみたいな考えてる方もいらっしゃったので、まさにね、ひっくり返すっていう、マークチェンジという言い方もするんですはど、どれだけオセロゲームじゃないですけど、エリア決まってるし、人口の中に何店舗ってなりますから、それどう切り替えていくかということをやっていねはいなと。かでは セブンリレムに行ってそのあの転職しまして TSUTAYA、はい、の本部でカルチャーコンビニエンスクラブという会社なんですけど、はい、それもフランチャイズチェーンですね、はい、でそこの本部であのこれも加盟店さんを増やしていったり加盟店さんの経営を上げていくっていうようなことをずっとやらせていただいてまして私は関東長野新潟地区の担当をさせていただいてそこはあのどん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 店を増やしていくっていうね。で。はい <laughs> ツタヤの戦略ってマルチパッケージストアという言い方、MPS って言い方をしてたんですけど、もともとレンタルビデオ屋さん、レンタル CD 屋さんですね。そこから派生して販売のセルの CD とか DVD、ゲーム、今は全然ゲームね、パッケージなかなか売れないですゲームソフト、ゲームのプレイヤー、それから本ですね。本からスタートして今度はカフェみたいな。カフェもやってるんですね。今はスタバになりましたけど。というなこで あのはいエンターテイメントまあいわゆる文化を一個の場所で買えるお店なんでカルチャーコンビニエンスとはみたいな名前でそれを広げていくということをやってたんですね。そうなんです。大型の店を作ったりとかあるいはさっきの話と同じですあの M&A はいお店をですね他のライバル店と競争するよりもうちやりませんかともう味方もうが一緒にやっちゃうんですね。そうですね。それやっていくっいうのははいはいはい。 どんどんお店を買わせていただいたりとか<ー>経営権を買,買わせていただいたりとかそういうことでやらせていただいたなるほどですね <laughs> なんかこう噂によると T カードとかにもそうなんですよ T カードって伝えるのもともとレンタルのカードからスタートしてるんですね、はい、でレンタルするってことはあのビ,ビデオって高いの DVD って高いんですよだから1万円で買ったものを300円とか場合によて100円で貸していただいて返、はいね、してもらわないといけない。 どこの誰か分からない人とかいわゆる借り貸しっぱなしお客さんからしたら借りっぱなしの状態一番困るわけですねなのでどこのどなたが借りたかっていうことをちゃんと分かるようにしないといけない未成年の場合は親御さんに電話してちゃんとじゃあ会社を作ってもいいよっていう許可をもらってということをやってるわけです。な、はい、なののででどこの誰が借りてるかって分かってるるかかっっカードなんで、うん 世の中にある当時のポイントカードとか会員証はとりあえず会員証を発行しましたけどどこで誰か分かんないみたいなガソリンスタンドのカードとかも当時はそうでしたね。なのでそのカードを使ってポイントカードを作りたいとか会員証を作りたいとかいろんなところを相乗りさせてほしいという話だったんです蔦屋さんがじゃ先か囲い込みしていた当時は3000万人ぐらいの会員さんがいたんですけどそれはそうするとユニーク一人一枚ですから。はい どこの西島エレキさんとかどこに住んでてっていう方がう情報を持ってるわけですね。はい、だけど他のポイントカードってポイントは差し上げれるんだけど誰が買ってるか分からないみたいな。で、えー、マーケティングここで,も,でもマーケティング的に使えたわけです。はい、西島エレキさんがこういった傾向でこの時間帯によく越しになると、はいはいはい。あそこまで、はい、そうかそうですよね。はいはい、個人情報は出さ,出さないです出さないけど、はいはい、例えば津田屋の本で、はいえー、どうも高級会社の本をよくお買いになっていると。なるほどはい いうことで,すね、でもエネオス行ったらガソリンスタンド行ったら、はい、まだ、えー、廃屋じゃなくて普通のレギュラー入れてると。どうももしかしたら西島さんは高級会社を買いたいんじゃないかということで、はい、例えば、はい、あのレクサスどうですかみたいな案内をしたりとかするわけですね。<laughs> 場合によっては町田さんが本で、えー、ハワイとかグアムとかバリとかそういった本をよくお買いになってると。旅行で トランスさんと組んで、じゃあこんなプランがありますよっていう提案して、そういったことはわかる。まあこれ個人の場合です。個人じゃなくてもグロース。ー例えば二十代の、はいえー、沖縄市に住んでる女性の方はこういった傾向があるよね、うん、みたいなことを分析をして,て、どうも購買、えー、時間が、はい、夜に傾向はあるよね、例えばですよ。であればその時間帯に対してメッセージ流す。は,<ー>はい。 こ FM 犬の按さんを組んだら面白いかもしれないラジオの視聴をしているすごいい。そういったマーケティングを使えるようなツールとしてやってるといる、ね、競争が激しくなっているので、はい、もうライバルからお,お客様の奪い合いみたいになっている当時は T カードって一業種一社、はい、業界の業種の中で一社。 業者連合組もうって話です。コンビニだとファミリーマート、でレンタルだとツタヤと、でコーヒーだとドトールコーヒー、でガソリンスタンドとエ n o スさん、で充設だとリクシルと、全部こう組んでですね。でライバルなんでお客さんがあの送客し合ってもですね、ライバルじゃないので、そうですよね。業種間でお互いお客様を囲い込みましょうな。るほどなるほど。T カードを使ってポイントを食べるっていうので。 使、ね、そうなんですだから100円で大体1ポイントもらえるですね僕らのお客さんの立場でいくとで100円で1ポイントもらえるってことはそれでどういうことかっていうと1ポイントもらう代わりに自分の購買行動を提供してるということです、はい、あなるほどですね。でその情報がそのの T カードの本部にあってで、えー、いろんな加盟している各社がですね、はい まあこういったマーケティング使いたいとか分析したいとかああそういうことで使うんです、ねはい。例えばスカイラークさんだったらこういう新商品ガスの新商品作るんで、じゃあこういった方に受ける商品はどうなんだろうかっていうことの分析をしたりとか。<laughs> いやすごいですね。だからあのー、コンビニとかだとな何時に何何個売れたかってわかるんですね。うんうん、どれぐらい売れたかってわかるんですけど、はい、それにプラスその関照っていうのを使うと誰がっていうのが出てくるんですよ。誰がっていうのはどこから来てるかってわかる。はい 例えば宜野湾市から来てるお客様がいるとかですね宜野湾市のここの地区からでもここの地区はまだまだ弱いねっていうことが分かればそこの方に例えばマーケティングなるほどプロモーションをかけようかとかですそういったことができるそれすすごい強みでよねそういったことをずっとやっててそれって別に大企業だけの話じゃなくて中小零細企業こそですねそういったマーケティングっていうのをやらないといけないいははい。 でそのやり方を今現在は僕はあの講演会やったりとか<ー>コンサルティングやったりとかっていうことをお伝えしたりとかなるほどですさせていただいているんですねはいはいはいいやすごいですねやっぱり情報って武器ですねそうなんそうです,そうですコンビニで言ったらこの年齢層とかでも全部わかるんだったら 調べてみたら朝のののここ時間で商品売れるだっまあ今はコンビニもね結構そのカード T カード持ちですかとかポンタカード持ちですかとか7個持ちですかみたいなことやるんで大体具体的に見えてきてますね。特にどこから来てるかロードサイドの店だと結構車なので遠方から来られたりする住宅リッチの場合だと本当に徒歩証券で来てるとかっていうことでそのどこのお客様が強いかそうした品揃えを選ばないといけないですね。 だからあの独身の方が多いところだとあんまり大きなものは必要ないですしですけどもその独身の方が多いところはあのあっちゃいのもでえ家族連れが多いところは大きなものです、はい、あとオフィスだったら意外に紙ですねティッシュペーパーが売れたりとか<ー>トイレットペーパーが売れたりとかするわけですねで住宅立ッはそういうものはスーパーで買ったりとかされますけども<ー>オフィスだと紙切れたとかです結構あったりするわけですね、はい、なる,ほど,なるほど。はい、でそれで品揃え変えていったりとかということをやって そんんなことが行われてたんですねじゃあ毎朝買ってるものとかもちゃんとデータそして上がってるってですなのであの狭いところでですね、はい、効率よく回転させないといけないですから全然売れてないものって困るわけですよ。だからそれを売れるものを使ってあの分析してるっていうやり方ですね。それと今度お客様の方にもうこの時代ですから、はいえー、メッセージを直接ダイレクトに発信していく LINE とかも含めてそういう時代になってます。 面白今でこそなんかそのカード作る時、はい、住所登録するみたいなのありますけど昔はもう T カードぐらいでしたもんね、まあ、あのだからそ,そういう意味ではまあご丁寧にね、はい、あのクリーニング屋さんとかレンタル屋さんとか相手が分かってないところるものって、はい。 っていうところは必然的にそれがあったっていう今だから多分5,000万人ぐらい会員さんっていい方もいるんいですけど<ー>だから人口 1, 万1億2,000万人ですからはい、はい、まあ千万、はい、半分ぐらいの人数がで東京のどこだ渋谷区だったかな 20, 20代の人はもう9割ぐらい持ってるみたいなデータがあっていろんな分析し者情報発信するのすごい活躍できる感じになってますよね。<ー> いや面白いですねぜひあの経営者の方の,あのここお聞きの皆さん多いと思うんですけれども、うん、あの一旦ちょっと CM 入らせていただいて本職,の本職というかそのどのような経営されてるかとか経営コンサルされてるかというのを、うん、ますます聞いていきたいと思いますの、ね、で CM 入ります企業不動産交通事故の法律相談ならトンピ先生こと弁護士中曽根智広へ。 あなたの抱えている問題悩み事、中曽根智博にお聞かせください。すぐに弁護士に相談が解決の鍵。沖縄弁護士会所属トンピ先生こと弁護士中曽根智博で検索。はーい。ルート三九ゼロよりお知らせです。ついに宮古島のオリジナルブランドが完成。宮古島の国道三百九十号線をモチーフにデザインした T シャツやパーカー、ベビー服など品ぞろえ抜群。シンプルなデザインだから。 おしゃれに着れる。今すぐルート三九ゼロ宮古島で検索。経営者の方聞いてください。売上を伸ばす。その秘密は日報にありました。日報の正しい使い方を知れば、三ヶ月で会社の業績が劇的に変わります。日報で業績がアップするんです。詳しくは平二千十七ドットコムまで。平二千十七ドットコム。はい、河原職員のヒーローにインタビューの時間です。はい。前半戦。 すごいいい興味深い話というかです、ね、まあ沖縄にとってもそのセブンイレブン今後来るっていうところもあって結構乗り換えしようか悩んでる方もいらっしゃるっていう話をちらほら聞きますのでそういうためになる話だなと思いますのでまたあの後半戦はですねあの高橋さんが自身がやられてるコンサルっていうところについてもうちょっと深掘りしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。あの高橋さんんやられているまあコンサルの多分いろんな 企業に入られてや,や,や,やれてるとは思うんですけど。 例えばそのどういうことに困っている方にはおすすめとかそういういのってあります、ねあのー、さっきからちょっとキーワードで出させていただいた、はい、マーケティングのところなんですねマーケティングって何かというとそのセールスはこう売り込むとか、はい、あの売り方とかっていうことはセールスなんですけどマーケティングといのどのようにしたら売れるのかっていうことを考えるということなんですけどもそういったことをサポートさせていただいたりしてます、ねはい、だから経営コンサルといっても私は例えば人事とか経理とか。 財務とかそういホームとかってやらないくてその営業部門の戦略を考えたりどうやってその企業が今後成長戦略するときにどっちの道を選んだらいいのか、うん、あるいは逆に何をやめたらいいのかというようなことをあの考えるポジションでお仕事させていただいています。 事例みたいなおやっぱりね戦略をやっぱり今後考えていかないといけないっていう会社は結構多いんですね、はい。戦術とか PDCA みたいなことは強い会社あるんですけど戦略的な間違いという戦略何かっていうとそのどこに向かっていくのかっていうことですよね。 例えばこう海から出航していくのにですね、はい、あのこれから東京行こうと思って向かっているのに反対方向を一生懸命越えてってしまったら気がついたら台湾に着いてたみたいななると,と困るわけですなので戦略というのはどこに向かっていくのかというちゃんと旗印を掲げないといけないとうも,もうちょっと分かりやすく言うとフフファァ、ね、ァッッットトトでですすねねごめんなさい何をやるか何をやらないかみたいなことを決めるみたいな。 で戦術っていうのはどのようにやるか、はい、決めたことをじゃあどのようにやっていくのかみたいな例えば東京行くの飛行機で行くのか船で行くのか、はい、歩いていくのか泳いでいくのかみたいなはい、はい、それはハウになる,なるんですよねどのようにやるのか、はい、なのでいくら従業員の方が一生懸命ですね毎日毎日仕事しててもですねうん、うん、戦略が間違ってる、はい、何をやるか間違ってると全然違う方に行ってしまう。 でハウ、えー、のところ一生懸命やると、はいまあ、バカにターボチャージャーをつけるとバカの方に早く行ってしまうとなのでちゃんと方向性をやりましょうみたいなことをやらせていただいてます <laughs> こういうのって意外と自分じゃ分からなかったりとか企業にいると分からなかったりするんですか、ね、だからまあ外部の人間がねコンサルタントになあの偉そうな言い方かもしれませんけども寄り添ってあの多角的にあの話をさせていただいて <laughs> で本来やりたいことは何なのかと <laughs> 同じ業種でも A 社 B. 社 C. 社だった時に全然違うわけです。考え方とか価値観とかですね。そこが結構大事ですよね。いうようなことですよね。例えば、あの僕も今持ってますけど、このアップルのコンピューターとか。このアイフォンとかっていうのは、あのアップルって会社ね。まあ、言ってしまえば、まあ、パソコンメーカーです。そうですね。同じようなものって別に他のメーカーでも作れますけど。やっぱでも、ファンはアイコンのファン。 マックのファンっっていうのはやっぱりっもう使ったら全そればっかり使ってるみたいな僕は日本人なんですけどアメリカの製品使ってるわけですまあ使い勝手でもいいってもありますけど、はい、やっぱそのコンセプトというかその戦略性だったり使いやすさだったりとかっていうのは非常にいいですしまあ僕もラジオの仕事をやったりとかしてますけどその編集とかも,もうやりやすく抜群にやりやすいわけですの<ー>でもうよくユーザーのことを考えて使ってど。なるほどでこの連動性もいいスマホとの連動性も良、はい、かったりとか。 そういう,ようなことで、はい、まあ使ってるっていうことですね。これは何をやるかって、な何屋さんですかって聞かれたときに、はい、もうこの会社は別にパソコンメーカーって言い方ではないですよね。はい、あの、うん、確かにそうですね。シンクディファレントっていう発想をして、はいはい、世の中のあり方を変える仕事のやり方を変えるとか、うんうん、価値観を変えるみたいなんですね。例えばこのアイフォンみたいなもんで、この15年前とか20年前なんか想像できなかったですね。本当そうですよね。はい。 さっきもね、写真撮りましょうって電話で写真撮るなんていうのは本当ですよね写真撮りましょうって言ったら何かこうフィルム付きカメラが持ってるとか撮ってね現像する前ちょっと待ってくださいみたいな話でしたけど今これ撮ったやつをすぐ四とか飛ばしてしかもいい解像度で動画も見れてもちろん電話もできてメールもできてみたいなそんなことをまあ 価値観とかライフスタイル変えましたはいは、はい、そういった会社っていうイメージがあったりとかしますよね一方でコンピューターを安く大量に作ろうという発想の会社ももちろんありますね。はい、台湾の会社なんかもそうですねあの、はい、すごくもう数万円うん、うん、場合によっては数千円で売ってる場合もあります、ねはい、同じようなことはできますけど、はい、機能はねそんなに変わらなくてもできたりとかうん、うん、それはコンセプトな 戦略の違いだったりなので我々も仕事するときにどういったところをターゲットにして何をやりたいのかって具体的に決めていかないといけないですねこんな例もあるんですあ有名な会社で名前出していいのかどうか大丈夫なんですかね電気メーカーね白物家電とか黒物家電とかね、あの松下パナソニックシャープ東芝日立て例えばこの4つ薄型テレビを作ってた会社。 はい、で、えー、2008年にリーマンショックってあったんですその時各社ともずっと赤字にな、まあ、ずっと黒字ですごくいいね、はい、日本代表する会社だったのが大赤字出して、はい、一番赤字出したのが日立さん<ー>、はい、5000億円ぐらいの赤字出した、はい、大赤字出したでその時日立さんはどうしたかっていうと、はい、テレビは作るのはね他のところに任せようとブランドはグーっていうブランドは付けるけども作るのはもう他任せよはい。じゃあうちは何やるのかって言ったら「はい 鉄道とか工場とかインフラを作ってそれを輸出したりとかそっちに突破しましょうなるほどですね。洗濯機とかそういうのほかに任せましょうあブランドシェアは作りつけますけど中身は任せましょうと。であったらその後 V 字回復ですね。捨てたわけです。工場も捨てて。でその後ですね、工場だって2011年震災もありましたが何があったかというと地デジ化 あ、りましたねそれもずっとアナログだったんですけどブラウン管だったけどその時が地デジになりましたよねワイドになってそれを地デジを推進しましょうってずっとやってテレビみんな買い替えましたよねなるほど買い替えましたね買い替えましたよね一番売れる時ですよそういうテレビを捨てたんですけどその時にバーンといってバーンと下がったんですでもテレビみんな買い替えたから世界の亀山モデルってめちゃめちゃ売れたんですねシャープのコマーシャルやっててバーンと落ちた大赤字はい パナソニック、松下電機大赤字だでこの時松下さんはパナソニックはどう考え、はい、何をしたかっていうとこれも白物家電やめるとテレビもやめると<ー>今何やってるかということでいくと、はい、住宅と車、はい、パナホームなるほどなるほどめちゃくちゃ売れてますよね、はい、で車産業電気っていうのを買収してる電池ですね 電気自動車、電池とかカーナビもそうですし、電気のものっていうのはパナソニックの技術がすごく生かされてこれから EV、電気自動車も発展していくそっちに集中しましょうなので、乾電池、パナソニックで昔のやつもまだ残ってますけど、シェアでいくと、どうなんでしょう、この間聞いたら7割、8割ぐらいはもうその白物、金じゃないところでの、で、業績開発したでそういう改革をしなかった。 なりましまあ本当そうですよね,ね。台湾の会社、保護、はい、会社になってしまった、はい。っていう感じですよね。はい、今ちょっと業績回復してるみたいですけど、なってしまった。これもう一社、東芝さん、東芝、どうでしたかと。まあ、うん、本当そうですよね。ちょっと会計をいじっちゃったりとかして、今ちょっといろいろ問題あったりとか。はい、いうようなことで、何を。 捨ててるかっいう何をやるか今後何をやるのかっていうことを考えるっていうのは結構大事な例ですよね大企業であればあるほど従業員の方も多いですよねリストラしたりとかっていうことがあったりとかしますからそういったことに注力しないといけないので戦略が大事だということいや本当そうですやらせていただいてなので同じような会社でもそこでそだけ変わってくるんで世の中の流れも良かったりブームがあったりとかするかもしれませんが今後どうなのかと。はははいいい 東京なんかオリンピック来るとか景気がいいとやってますけど、はい、いやその後どうするのってみんなん何もないですでオリンピックあるのってじゃあ何日間あるのみたいな、はい、なんかあれがあったらなんか世の中変わるもういいみたいなこと思ってますけど大変なんですよ実は来年は、はい、消費税も上がりますしで消費税の上がった時のことをみんな忘れてるんですけど、はい、やっぱ反動があるわけですよ、はいはいね、5%になった時も8%になった時もそうです。はい <laughs> やっぱ何かでまあ今の安倍さんの長期政権にならああいうことできないんで今しかないってことでやるんでしょうけどもその後の波が来るんでそのことも含めて考えておかないといけない来年はだから言語が変わるそれから将棋税も上がるその半年間このオリンピックがあるみたいな結構いろんな節目になるようなあ後から見たらですよあん時で変わったよねみたいな時なんでその波にうまく乗れるかそれものほほんとしてるかみたいなことは結構大事だったりとか。 しますよねあとは世界的に見るとアメリカと中国がどうも経済戦争してますからそういうこと昔ソ連とアメリカがやった時代どういうことがあったかみたいなのがあると結構一気に冷え込んだりみたいなこともありますんで今、株価もです2万4千0 0円で結構いってる株ずっといいんですね株の波ってやっぱりありますから上がったものは多分下がる。 それがいつ下がるのかっていうところもやっぱりあります、うん、それとちょっとずれて景気が遅れて、はい、下がってくると、はい、あのリーマン食後のデフレの時代って、はい、沖縄はあんまり影響なかったんですかね、うん、まあでもあったはあったとは思いますけどははははいいいい。あのその結構しんどい時代があったんですね、はい、デフレデフレデフレでなんかもう安売りしないと売れないっていう時代があったんですけど今 こう景気が非常に長い景気のいいと沖縄とか東京の一部のところは結構外国からのお客様もお越しになってて、ねはい、景気が良かったりとかいうのもあるんでそういった方がちょっとこう外れていったらどうなるんだろうみたいなことも含めたことを対応しないといけませんよねみたいなことをやってじゃあ何やるのみたいなことを一緒に考えるような、うん、そんなお仕事を結構あれですよね先を見通してっていうところがすごい大事になってきますよね。 今のところの分析もやったりするんですよ、今っていうのは何やるか PDCA ですね、実際にどういう計画を立てて、どう実行して、それを検証して、反省を生かして次につなげるみたいな、PDCA、だからなんかうまくいってないんですっていう話を経営者の方から相談あったときに、現状を見るときは PDCA サイクルはちゃんと回ってるかと、会議ばっかりやってる会社と、あるいは何にも考えずに、毎日毎日来たら仕事だけしてるみたいな、検証もしないみたいな。 とにかくさばいてだから次も進まない計画をちゃんとして、うん、でちゃんとまあ適切に作業じあの実行されてるかってやって、はい、でそれをちゃんと検証して、はい、で改善ですね良かったところは伸ばす、うん、悪かったところはやり方変えるみたいなそういったことをやるっていうはい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 、はい、PDCSI の、ねはい、多分ねお仕事柄西島さんなんかは。 そうですね自分の仕事としてはその方がなんかヒアリハットっていうかちょっとこう技術的なところでこうやったほうがいいとか安全はこうしたほうがいいとかっていうのを検証して朝礼してこうやってやりましょうって職人さんとお話をしたりとか多分されてると思うんですけどそのサイクルがないととりあえず来たらとりあえず上れぼれ瓦つけろみたいなんだとゥーばっかりだししゃり好きの社長さんなんかだと集めて朝礼でずっと長い「いつ終わんねんこの朝礼」みたいな。 貧血ななででであありりががちちすすんか話長いわとそっからのあれですかねラジオ体操したりとかいやラジオ体操ねたまにいますよね僕はちょっとおじいちゃんのね社長さんなんか話ってこう一周回るんですこうやってあれんかさっきも同じような話だなみたいな感じで言ってる本人は多分気付いてないんだけどまた同じざわざわざわだしまた同じ話ないみたいなずっとずっと。 どこで終わんねえのみたいな、チラほら取引先に電話。そうそうそう、ね、そう、もうプラン、プランの、計画だけ。なるほど。一番やってるのはやっぱりね、検証なんですね、仮説実施検証で最後の。それを、じゃあ、どうするのみたいな。はい。はい。まこの番組はね、始まる前、ちゃんとあの打ち合わせが入念な打ち合わせがあって。そうですね。15分の。打ち合わせがあって、これ今やってます。終わったら、多分反省会やって。そうですね。反省会。ゲスト喋りすぎやみたいな反省会。 入念なもっといい番組するにはどうしたらいいんだっ多分やられると思いますけどそれがサイクルはうまく回ってるからだからユニクロさんなんかファーストリテイリングファーストリテイリング速い小売業っていう意味ですねだからあの方の本なんか柳さんの本なんか読むと早く実行して早く失敗して早く検証してまた稽古代早くやります出店のスピードも速いそのぐらい撤退も速かったり。 商品もたくさん出てくるんだけど撤退も早かったりす、うん、そんなことをされてるなるほど、ねはい、これ多分聞い,て聞いてるからすごい気になると思うんですけどその実際の,その高橋さんが自身がやられてるその情報収集とかってどんな感じでされてるのか,か情報収集はやっぱり現場が一番ですよねの経営者の方とお話したりとか、はい、そのあるいは幹部の方とお話しするそれからあの実際にスタッフの方とか、はい、あるいはバイトアルバイトさんともお話したりとか。はいうん あとはまあ私もちょっと国内だけどいろいろあるんで海外先日は、まあ、あの情報取りにですよへ<ー>バンコクに世界中の経営者の方が集まる国際会議があって27か国から集まる会議があって、はい、そこに行ってどうですかみたいな話、ね、あのミーティングあるんですであとは個別にちょっと気になる人とは話をしたりとか<ー>もう11今月ですよこないだってきたところですけどそうなんですで。 情報収集してどうもマレーシアの不動産は今バブル加熱気味だなみたいなそうなんですねこれちょっとかなり不動産が上がってるってことは他の経済も回り始めてるっていうことなんで開発も含めてこれからサービス業もどんどん伸びるだろうなみたいなママレレーーシシアアですかフィリピンとかはもう中心部はすごくできてこれからちょっとすごいですよね もうちょっと郊外が発展していくだろうみたいな話が出てきたりそんなことをやって情報収集したりとかじゃあ高橋さんにコンサルをお願いすると世界の最新情報をバンバン入ってそれは僕はそれが仕入れですよねそういった情報アメリカの方の今のアメリカは今どうなってるのと製造業は全然だめだともうそれトランプさん変えようとしてるんだけどところが IT とかサービスめちゃめちゃ伸びてる最高に伸びてるみたいなことがあったりとかですね なぜびててるるのかっ話を聞いたすわけでんな税金の問題とかもいろいろ聞いたりとかするとじゃあどうも実際に頭脳はアメリカにあるんだけども実際に働いてるのは違う国でやってたりとかいうことがあったりとかなるほどですねこれはあれですよねもうこの番組をお聞きの皆さんが高橋さんにお願いするっていうことももちろんできるんですよね。 沖縄に来る理由がまた増えますはいぜひ来てはいはいガンガン情報を発信していただけたらありがとうございますまたハイタウン東京のいはもやってますし皆さんハイタウン東京の話もしていいんですかもちろんもちろんいいんですか毎週金曜日の夜の10時いい時間ですね。夜の時時いいい間は いい時間ですかいい時間なんじゃないですかもう多分沖縄の人で言ったら一番もう自分のいや起きてるけどテレビはいろんなものやってて、はいまあ、テレビ4まあ少ないですかね見ない見ないですかね <laughs> いやその10時がいいのかどうか10時が空いてるからということで、はい、夜の10時だったんですけどちょっと夜の,、はい、あの夜なのでしっとりしたしっとりした。 そうですね、しっとり、しっとりしないです。あの、涙ながら。東京の秋葉原でですね、収録させていただいて。で、や、あの、僕の相方で、谷敦さんという、あの方ですね。こう、講演業。まあ、クレームのコンサルタントされてる方と。また面白そうですね。いや、面白かっで、もともと、まあ、あの、講演家でありながら、あの、テレビの M. C. とかもやったりとか、あと、あの。 フジテレビのねほんまでか TV に出てきててさんまさんといろいろ掛け合いをやりながらさんまさんより受けたところは全部カットされて凄まじい方ですね受けたらあかんねやみたいなこと言ってましたどあくまでもメインとじゃどいけないみたいなことをおっしゃってましたけどそのお二人その方と僕で二人でやらせていただいてで秋葉原で収録させていただいてということをやらせていただいたんですけどあの。 先日は生放送をやらせていただいた、はい、こっちでね。はいはい、そうです、ね、まあまさにこのスタジオでやらせていただいたんですけど。はい、出ていただきました。そうですね。ありがとうございます。コンセプトはですね、東京のまあカルチャーとか文化とか、えー、まあ流行っているものとかっていう情報をまあ、えー、FM ぎのあんさんをしてお伝えをしたいということと、人の交流をしたいと、はいうの裏の目的っい本来はんです。東京の人はもっとこう。 沖縄に来てもらいいた儀乃湾の方経営者の方は東京でビジネスしてくださいよということのつなぎ役をしたいわけですなので実際には西島さんとかビジネス天国沖縄の新座さんとか東京来ていただいた時は僕がコーディネートしていろんな方とングしたセミナーをやったりとかする僕がこっち来る時には新座さんの主催のセミナーに僕がゲストでお邪魔してそこでまた人脈広がったりみたいなこんなことの架け橋ができればいいなっていうこと 最高ですねなのでどちらかというと番組名に「東京」ってつけろと言われたんですはい東京」と「ハイタウン東京」ですよね。番組何しようって言のれたどうしようかな」みたいな考えたんですけど「東京」ってつけていいのかなみたいな別に僕東京出身じゃないと。で谷さんも東京出身じゃないんで ハイタウン東京キって始まるんですわ、ジングルでねめっちゃかっこいいですよねハイタウントーキョーみたいなジングルばーってはい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 始まりましたハイタウン東京でございます落語家みたいな全然合わへんやみたいななるほどですね大阪の AM ラジオみたいなそれはちょっとまずいやろってことで BG まずいんですね時間帯が金曜日の10時代かけてる曲は若い人も聴いてるかなとああなるほど。今流行りの曲をはいはい かけけてるわおっさんか聴くような曲じゃなくて今流行りの曲をかけてやってちょっとジングルは FM なんでかっこよくしないと山内社長に怒られるかなと思って。って思ってやってたら最のハイタウの東京生放送で山内社長も出ていただいて。 いやうちゆるい,い放送局なんですみたいなそうですね社長自ら朝から下ネタとか言ってるぐらいですからね、はい、台風情報の下ネタみたいな <laughs> ええみたいないいんですかみたいなねでもね、はい、ファンの方が多くてそうですねすごい怖いファンの方がいらっしゃってるっていうだからそうゆるくていいんだうなそうなんだいやほんとそうですよじゃなきゃできないですね、うん、こんなもう今週の番組ゆるくやろうみたいな <laughs>、はい、いやでも 本当にニーズととしてはすすごいいある思まね20代30代聞いててもやっぱ東京への憧れってすごいあるんです沖縄の人ってもうちょっと反応が欲しいなと思って反応ですね反応ラジオて分かんない僕らは公演とかやってるんで受けてんのか滑ってるのか喜んでくれたのかっていうのはライブで分かるわけですよだったらこういう話をしようとかなるほどなるほどだったらこれしようとかはいいうのがあるわけですなるほどそれでまた反省るれてあ今日あかんかったなと。 ははははい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 ね、は、ね、い、じゃあ次に行かせよ、はいさっき p d c じゃないですか、はい、やるんですけどラジオなかなかわからない反応はい、はい、ああなるほどなるほどあのりど,どうなんですかラジオラジオって反応なんかこうメールとかツイッターとかいやでもメールが来るっていうのは結構な結構あれですよね長くしてるとうん、うん、とあ長くするとね 長くやり長くやり続けないといけない。<laughs> まあに認知がっていですんわ積むということで、ぜひ聞いていただきたいです。金曜日夜10時でもあのー、ああれアーカイブはないんですもんね。聞けないですね。あるあるんですね。YouTube で YouTube で y o u t u b で聞いていただきた。はい。はい、でも今後過去放送もなんかこうまとまって ていくんですま、ね、あ,あ今はそうまとまっている全部ストックはありますい。やばい話とか全部カットしてもうちょっと聞いたところ一時間番組なのに2時間とかしゃべっ,ゃうっていうあしゃべりすぎてしまって <laughs> あの今みたいに何分何分出してくれるたらいいんですけど喋、はい、りすぎて盛り上がってしまってです、ね、<laughs> 気が付いたらあ「あやってなってですね <laughs> これ編集が大変なんですね。いや本当に大変です。ね編集何が大変かで全部切って話をしたらいいんですけど。はい。あの例えばさっきのカルロスゴーみたいな話を冒頭でしたら全部そうカルロスゴー乗っかって話してるから。はいはい。切られない。切れないんですよね。はいはい。乗っかっていってるから。でそれはだんだんあのローリングして回って。はいはいはいで講演の仕事二人やってるからもう冒頭言ってこう受けたりとか良かった話をずっと乗っけて盛り上げるみたいなことそっちに頭いってるはいはい切ると話が分からなくなっちゃうんで。そうそだから強引タブン強引に切ってる時あると。強引に切って。 ジングル入ってるときはそうあこれなんか強引に取るなみたいな話を途中でなるほどそんな感じで、はいやらしていただいてはいはいはい。だから本当は二時間番組ぐらい本来いほんやぜひぜひやりやりたいです。はぜひぜひ。おおあの縦伸びね。縦伸び。縦伸び。横伸びはしない。縦伸び。はいはい。土曜日とかなんか空いてんだったらなるほどですね。空いてるかどうかわかんないんですけど。空いてますね。空いてます。空いてる。空いてますよ。土曜日は。 いいいいやっぱ面白人呼びますよねタレントさんとかもいや本当にいい番組ですよね沖縄の人東京の情報にも興味ありますしそういう世界各地行ってる方の最新情報も面白く聞けるってなっそれをねしっかり伝えていきたいなとだんだんやりながらラジオのねポイントも分かってきたので1テーマやっぱり5分。 あるいは長くても7分30秒でさすが分析されてますねやっぱり聞いてる方だそうなんですよだらだら喋られると時間帯にもよりますよゆったりした時間だとゆっくりいいんですけどもやっぱり聞いてる時間でパはいはいはいいった方がいいかなとだらだら喋るのよくないなみたいな感じなんですけどねそんな分析もしながらただうちの番組の問題は音響が悪い音響が悪い なるほどマイクがこんなにこれね、オーディオテクニカーとかゼンハイザーとかいいマイク使ってない、ね。はい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 。これがなんね、まずいです。<laughs> スタジオはいいんですが、空き地。なるほどなるほど。はい。なので今ね、山内社長にお願いしてるんです。銀座に FM 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 ギノアン、ね、銀座スタジオ作ってそこから生放送できるようにしてくださいます。<laughs> もうローカルラジオをえ超えて <laughs> 攻めの姿勢ですね。<laughs> はい ね、そのためにはスポンサー用意せえて言われたん、はい、ででもうマーケティングもセブン‐イレブンから引き継いだそのもうねまずは日本制覇を日本制覇して FM 技能ングループがですからあの番組もあのヒーローにインタビューも、ねはいはい、東京で放送されたりとか,かあいいですねいいですよね 実際東京ゲストさんの方が多いですからね。ああ、です。よね正直なこと。うん。たまに見たらお知り合い、あ結構俺の知り合い。ご紹介もいただいてますはいはい。そうなんですよ。そうなんです。だからね、やっぱりそういうね、やっぱりあの僕らマーケティングいろいろ考えてやっていかないといけないなとね。あの戦略は何をしてるかみたいなマーケティングはあれですよ自分の力で一番になれる商品または商品を選択することなんですね。はい。だからこう 入れ食いになるような場所を探していくみたいなねどれを何をやればその一番一番になるか一番と二番でやっぱ一番にならないといけない本当全然違いますよね全然違うじゃないですかオリンピックで金メダル取った人とか M1 で優勝した人とか世界一高い山はあ日本一高い山は世界一高い山はとか覚えてるけど二番って知ってますかみたいないや本当ですよねだからやっぱり一番にならないといけない僕らのハイタウン東京もやっぱり FM 技能なんで一番ならなあかんなそうですねいい番組にしないといけないなはいはいマーケティングをされてそれ何でそれが現れるのかどういうんかレーティングがあるのか反応があるのかはいいまだにやってますけどスポンサーがないというねそうですねスポンサーがないこれは僕らあれですよリアルで東京でも宣伝をしますんではいあ本当ですかそうですか そうですね東京にも名を売って名を売っていただいていやでもねあのあれですよ西島さんは結構もう引っ張りだこないや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 そんなこと全然ないこないだこの間台風があって沖縄の台風は結構強力じゃないですかでまあしっかりした建物がね原もしっかりされてるですでもこの間関西に台風が来た時って関空にカーが。 ぶつかったののねあのタイミング、まあ,あ,あまた、ねまあ、沖縄だとあのねそよ風かもしれないんですけど大変ですよ、うん、大阪中の瓦が吹っ飛んだんですよあれ、うん、屋根瓦が本当にそんな感じですよ、ね、もう紙がペラペラめくるみたいに、えー、吹っ飛んでったんですよ、ねうん、幸いあの外歩いてるそんな時なんでいなかったんでまあ下に人がいたりとかに特に枚方市とかああいうところなんか地震もあって吹っ飛んでみたいな。 河原職人、いないんですよ。<laughs> で、次の、次の台風が、ね、いないんですよ。河原職人。河原 <laughs>、ね、の仕事してる人はいない。いない。で、僕はちょっと、東京にいたんですけど、経営者仲間から、河原できる人おらんかみたいな話を、わっとこう、この、うん。フェイスブックで、流れてきたんだろう。いると。<laughs> いうことで西島さん紹介した、<laughs> はい、もう、すぐ来てほしいと。はい、交通費も全部出すから、すぐ来てほしいと。でないと、次の台風来た時も、ブルーシードで覆ってるだけなんで。うん で今度雨漏りとかしたらもう,もう家がだめになってしまう,ので、うん、う今ますぐやってくださいみたいなねいうことでいやほんと紹介していただいてもうすごいマーケットになってました向こうはそうしょブルーシート貼るだけで20万とかで<え>もうぼったくりもいいとかそんな感じなんですよだ考えたたたらら出しし安いって言われましたからね、うん、だから本当にニーズがあるところはそういった対応できるでそれはまああの 強みなんで、すよねできますよということと、それから専門家であると、技術も持っているということなんですよね。で、欲しい人とできる人がいるから、そこの値段っていうのは、こっちにいい値になれるで、そういったマーケットを探すっていうのが、これ、マーケティングですね。これ、たまたま災害っていうね、あまり本当はいい話じゃないんですけど、一例としてそうです。ということで、シュ本さん儲かったら、ちょっと、ハイタウン東京スポンサーやってください。やまさか、パーソナリティーという立場で。 駆動かれるとは思お前がいやねだからこれがやっぱりラジオの良さでもあるんですよねこのやっぱりだからあの F.M. 技能マンさんやってる方って経営者の方がたくさんやってそこのコミュニティができれば結構いや面白いですよね我々は東京の経営者をつなぎしたりとかビジネスがねそれでビジネス天国になるみたいなはいはいはい新座さんが一番新座さん聞いてるかな本当のビジネス天国になるっていうなるほどですねまあしまあでも元々のご縁も新座ん 新潟、ねはい、とプロデューサーの、はい、もう一声で「はい、ビジネス戦国沖縄」はいつやってるんでしたっけ金曜日の1時昼の1時、ね 2> はい、1> で2時から中曽根弁護士やって、はい、で夜の10時は「ハイタン東京」やってますんで <laughs> ぜひ聴いていただきたいなと。 ぜひぜひいや面白いですよ FM 喜ノ川正直聞いてて面白いですよ FM 喜ノ面白いですよねいろんな人が出てきてあのお坊さんとかもやってますお坊さん住職さん住職さん住職さんやってますしそうなんですかあのなんかそのまたマニアックなどんな段家にインタビューみたいなそのじゃないですかすごい面白そうですねすごいですよね段階に すみません僕ヒーローでも何でもないですいや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 もう沖縄の人がしたらセブンイレブンにいたとか蔦屋にいたとかいう時点で相当あそうですか僕は普通なんですけどはいはいえいえいえ僕はこれからはあのあれになりましたねしゃべりすぎやみたいなこれからは僕はラジオパーソナリティって呼んでほしいんですよねあラジオパーソナリティーってどこでやってるのというわけではい ハイタン東京やってますみたいなことを名刺交換で言えるようになるほどですねじゃあラジオパーソナリティの高橋さんに高橋英樹さんにお越しいただきました、まあ、いつも通りもう全然時間なくて終わるんですけど、まあ、いつもそんな感じなのでまた来週も終わりですか終わりです終わりです終わりますもう時間切れですえ、はい。2時間喋らしらせてくれてた。<え>いそうですねちょっと今回ははい申し訳ないですイタ金曜日10時間やってます 「走りだせたのは風が吹いた」